はい。はい。おはようございます。ポンタスです。会社の会社の人です。会社の人です。はい。ちょっと今、ちょっと寝癖が、ご飯じゃないかな。ちょっと食材を買いに行ったので、ダラダラ飯、2人で食べたいと思います。でも何を隠そう。一応説明だけしておくと、本当にダラダラと飯を作るだけです。はい。私はもう何もせずここで見てるだけで。何もしないで大丈夫です。わかりました。僕はここの家から食材があるのかも見ながらもう恐る恐る自分の家のようにそうっすねっていう感じっすね。はい、スパンプンシッキングのアシスタントより全く何も役に立たないですか。料理ってします？普段一応します。しないわけではないですけど、はい、ちゃんとこだわって作るっていうよりはとにかく大雑把にすべてを終わらすって感じ。はい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 。まあでもまあそんな変わんないっすよ。あれです。なんか男飯みたいなのばっかり作ってます。ああいいっすね。いやちょっと、まあ、せっかくこうダラダラご飯を作るんで。はい。ね、なんかまあ今もう寝癖やめちゃったじゃないですか会社。そうですね。どういうね感じだったらなみたいな。どう見えたらなみたいな。あの会社の人からそう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 どう見えてたのかなっていうね話をちょっと聞きたいなと思ってまして、はい、ちなみに、はい、同期じゃないですか。あ、はい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 。同期の中では寝癖さんはどういう立ち位置でしょう。いやまあ動画と変わんないっすよ。いじられキャラで。なるほど。どういうキャラ。難しいっすね。キャラって言われる。いやでもなんかあるじゃないですか。すごい上司に気に入られる人とか。ああなるほど。なんかその後輩とうまくやれる人とか。えでも同じっすよ。なんか誰とでもうまくやってません。そうですよね。なんかすごいなんだろう、コミュニケーション上手だなって思ってました。あと背が高い。あそう、あと背が高いからどこにでも。これそう、動画の見てる人は気づいてるのかなと思って。あえいや気づかないんじゃないですか。190あるんですよ。そうですよね。そうそうそう、地味に。地味に。それね、みんな気づいてるのかなって思ってて。確かに。でもなんかあれじゃないですか、料理の方に目がいってるから。まあ普段ね、このここで撮ってたのここしか映ってないですからね。こんないらなかった。あれ今日何作るかっていうと、ホタテのマリナーラ。作ろうかなと思ってます。なんかおしゃれすぎて今ホタテのの後が全然聞き取れなかったんですけど。マリナラ。マリナラ。ラ。トマトベースなんですけど。はいはい。なんかちょっとアンチョビのトマトパスタ、アンチョビとニンニクのトマトパスタ。すごいおしゃれじゃないですか。ものを作ろうかなと。いつもそんなおしゃれなご飯使って作ってるんですか。いや、物は異常ですよ。マリナーラって言ったらおしゃれに聞こえる。なるほど。まあ、要はホタテのトマトパスタ。いつも動画で作ってるご飯って何人分ぐらいですか。え、わかんない。その動画によります。あー、そこ。正直1人前、まあ、作っても2人前作んないかなぐらいな感じっすね。今日で言うと1人前だから、トマト1個でいいかもしれない。1個でいいかも。基本的に私ご飯作るときは5人前なので。あ、そうっすね。そうなんです。信じられない量なんですよね。だからすごい、玉ねぎを丸々1個使わないっていうことには衝撃を受けてて。いや、でもうちもそうなんですよ。うちももともと5人家族なんで。はい。5人家族は、ね、たくさん作るんですけど、うん、もう俺趣味で作るんで。ああ、普段のご飯とは別で。そうそうそう、そうなんですよ、ね、トマト茹でたこととかないですからね。俺も家では基本しないです。基本しなくて。おしゃれだな。本当はね、冷水がいいんですけど、めんどくさいので普通なんですけど。でもそんな短時間でいいんですか。あの火を別にここで入れる必要なくて、うん、
まあこの湯むきってやつさ。なるほど。湯むきって。そう。はい。はい。これで、まあざっくりとね、ざっくりと下準備が、ざっくりと完了でして。はい。お湯は沸いてます。はい。どうしようか。まず玉ねぎを入れるじゃないですか。うん。まああの簡単に言うといっぱいトマトソース作るって感じ。で、トマト入ってるけど。家って感じですね。まあそうっすね。気持ち塩。俺の印象とか一番多分仕事でやり取りするじゃないですか。まあそうですね、同じ部署だし、なんだかんだで先輩なので。いや、何をおっしゃいますよ。最近俺と昇進しましたけどね。あ、そう、最近昇進しちゃったんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に YouTube する場合なのかっていう。いや、いいんじゃないですか、そこは。でもなんかすごい、なんていうんですかね、それこそあの。寝癖さんもそうですけど、はいはいはい、なんかこう同じくコミュニケーションが上手な人っていうイメージは強いです。俺はいつもヘラヘラしますからね、基本的に。ヘラヘラしてるわけじゃないですけど、なんかあのちょっとこう社内でやっぱり難しい人とかいるあの誰とは言わないですけど、はい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 、なんかこうそういう時になんかこううまくあの自分の言いたいこともまあもちもち言いつつ、相手のなんかこう余計を飲みつつ、あのうまくやってるイメージがすごいあります。まあまあ確かにそうです。あとはありがたいですね、本当。多分あの本当にコンパさんいなかったらうちの部署本当になんか荒野砂漠みたいな感じなので頑張ってます、本当に。大丈夫ですかこれ、もう全然使わないでください。あ、全然後で、ね、カットするんで使えなそうだったら、はい。そう、面白い、もう会社の話になっちゃうんですけど、はい、この間というか結構その寝癖が会社にいた頃は、はいはい、渋谷でテイクアウト飯って動画撮ってたんですよ。夜一緒に帰って、はい、テイクアウトで、渋谷じゃないですか、はい、テイクアウトで買ってどっか外で食うっていう動画をいっぱい撮ってて、あのここちゃんとピー入れるんですけど、はい、あの食ってたらすぐその「ッ」って「うわあ、いるやばい。しかもよりによってその人って、そうよりによって面白かったです。なんかちょっとあれです、声もかけられないしみたいな、バレたらちょっと気まずいし、バレたら気まずいですね。うん、ちょっとあれですね、あのホームタウンってわけじゃないですけど、こう近くでやるのはそういうリスクが、いやめっちゃ近くでやってますからね。 でも全然バレてないですよね、社内で。いやバレてないか、バレてるけどみんな言わないだけか。いやバレてないと思いますよ。やっぱリスクだね。いやバレてたら多分もっとすごい勢いで、会社内で思いしますよ。しますけど。で、ちなみに、さらっと作ったらモテそうだなっていう料理を俺は作るところある。テーマそこなんですか。すでに、あれ、大丈夫そうですよね。いけてますか。そこはあの、さらっと作ったらモテそうめしを、いけそうな気がします。ちょっとトマト柔らかくしたんで、蓋しておきます。はい、うちの部署俺いなかったらやばい説ありますよね。いや、やばい説あります。これなんか自分で言うのもあれですけど、本当にやばそう。やばそうです。やばいです。あの別部署のお姉様方に、はい、私、時々お話しするんですけど、はいはいはい、別部署のお姉様方に、はい、大丈夫ってめっちゃ言われます。なんか、私が主なんですけど、はい、私とあのポンタス君大丈夫みたいな。あ、俺も心配されてるんですか。いや、なんか多分大丈夫なんですけど、なんかよくやってるよね、はい、あの中で、みたいな。コメントを頂戴することも時々あるので。そう、うちの部署の上司が強キャラなんで、基本的に。はい。
つよつよなんで。しかも一人じゃないんですよ、つよつよキャラが。つよつよがね、二人いらっしゃるんで。そうなんですよ。なかなかね、あの会社の中でも結構変わった部署というか。なんかちょっとあのあれですよ、隔たりを感じますよね。あ、他の部署と。なんかあの別にあの仲悪いとかじゃなくて。はい、シンプルになんかこう向こうも使ってるし、こっちも使ってる。はい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 。一位ですよ。おかえりなさい。今ちょっと赤払いか。あ、パンと真面目入れてる。普通に一人前作ってるけど。一人前作ってない。一旦一人前作ってる。おいおい、でも普通に動画終わったら作る。でもちょっとトマトほぐしちゃう。後ろでね、寝癖の準備してますけど、気にしないでいいで、こうトマトをちょっと潰します。同世代の友達とかって結構みんな料理するんですか？あんましないと思いますよ。そうですよね。そんなに同世代じゃないですか、だって言うても。逆になんかそのあの包丁さばき私無理できないんで。さっきのですか？さっきの。まずだってもう包丁はもうあのこの動きしかしないんです。もうこの動きしかできない。なんかすごい下手取るときにこうシュンみたいなのやったことも絶対できないなっていう。すでに美味しそう。ですよね。換気扇つけらんないかね、動画撮ってると。ああ、そうだね。じゃあこれでトマトソースは完成。これあのさらっと作るとか言ってきながら、はい、マジでだるいんですけど一回一個分けます。おお、すごい。一回ねこうアンチョビをねちゃんとやりたくて、オイルで。お店開けそう。開いたらいいんじゃないですか、お店。お店ね、あのお店やると多分楽しくなっちゃうな。あ、趣味は趣味で。たまにやるから楽しいんですよ。あ、なるほど。この感じで。でも結構一回やるとこだわるタイプですよね。まあ、てか何事もっすよ。好きなことは。偉い。偉すぎます。で、そしたらニンニクを切ります。はい、全然にかる。同世代あるあるだと思うんですけど、はい、あの自分で料理作るときってニンニクちゃんと使う人は、はい、あのちゃんと料理する人。あ、本当ですか？あります。僕マジであの国産のニンニクしか絶対使わない。こだわりがある。いや、なんかスペイン産とかが結構多いんですよ。へ、あの安いやつとかって、はいはい、でも本当にニンニクたくさん入れた方が、はい、基本うまいんですけど、はい、物事何においても何においてもうまいんですけど、はい、入れれば入れるほどその国産の方があの嫌じゃないというか、たくさん入れるんだったら国産じゃないと。やっぱ味違うんですか？全然違います。外国産はめっちゃ匂いついて。そう。あ、まあ音入ってないよ。そうなんですよ。外国産はねあんまり使わないですね。臭いんですよ、ニンニク臭くて。すごいですね。なんかあのそもそもスペイン産が多いみたいな、そういう情報を持ってませんでした。なぜならニンニクチューブからしか使わないからです。いや、ニンニクはね、入れるとうまいんですよ。いや、分かってはいるんですけどね。そうなんですよね。ビタパス最近高いのよ。これで430円なの。高っ。やばくない？でも板パセないです。板パセって略し方するんですか？板パセ。初めて聞きました。板パセないと、板パセ調味料なんで。結構ガチで。パセリ。板パセね。それこそなんかパセリこの間ちょっとあの全クールですかね。10月だっけ、7月クールにちょっとバズった、あのバズったプチバズりしたドラマで、あのなんか嘘コンって
ドラマなんですけど、でなんか俺はパセリだみたいな、そのそれものの人生みたいな。ああ、なるほどなるほど。描写があって、パセリになれるなら大体ですけど。パセリに前向きな人がいます。俺本当にあのご飯に添えてあるハーブとかちゃんと食べる派なんで。あ、偉い。結構ハーブ好きなんですよ。でも話としてはなんかそのパセリの花言葉とかも含めてなんかめっちゃエモいというか。なるほど、それだけ聞くとすごい痛い男ですけど。いや、いや、すごい。イタリアンパセリだったかどっかわかんないです。痛パセだけに痛いパセリ。痛いパセリ入ってないって男は。多分普通のパセリとか痛パセではないんですよ。痛パセって言いますけどね。普通のねパセリもうまいやつ、うまいというかちゃんと火通せばうまいんですけどね。なんかあえて添えられるとね、なんか残しちゃいますよね。あれはさすがに残すわ。なんか最初に上からちょっと外すものみたいなイメージ。なぜかもなんかすごいこのドラマの話で整合性があって若干不安になってきました。コメント欄で叩かないでください。コメント欄で大丈夫です、誰も見てないんで。すごい痛烈なアタック。100g 入れますね。パスタってそうやって分かれてるんですか？これは安いやつほどで分かれてますね。あ、7分測ってもらっていいですか？あ、6分で。6分。最近ちょっと高いあの低カオみたいなのが低カオみたいな。あー、パスタですか？これさ、大丈夫か、パイセン編集なんだけど、この動画あれ音拾ってねえじゃんみたいな会話すんのやと怒られる。いっか、はい、いいよ、はい、いいよ。あと逆にあれですか、このマイク、いや、ここギー入ってるんじゃない？いや、でもね、入ってるちっちゃいんだよ。あ、いいや、別に、うん、いパイセンさん、パイセンさん、パイセンさん、本当に、あの、え、かぶってました？私の在籍期間かぶってないんじゃない？あの、お会いしたことがないから一方的に動画で拝見してるだけの。はい、アンチョビです。わー、結構、あ、切らずに出るんですね。そう、あ、溶けるんだよ。まあ、1個じゃない。あの、油がね、多くて油が多くて崩れちゃう。これあのなんかお店に食べに行くとあれなんかピザに乗ってるやつしか知らないです。お店の手で見たことない。いやでもあれですね、寝癖パンツの冷蔵庫に入ってましたけど。あ、これから買ってきて、これからどっかで使ったんだよね。パートリーがあるのすごいです。アンチョビの匂いします。あ、しました。でこれちょっとやりつつ、あ、例の板パセ、板パセもね入れれば入れるだけうまいんで。俺は無理って言ったよ。見たらどうするんだよ。いや、俺おじさんとしては好きよ。いや、もちろんね。ただ、上司はちょっとな。いや、別に強キャラ、なんか薄い上司よりは全然いい、はい、全く持っていいよ。薄い上司います？いや、でもまあ他のプロジェクトいるんじゃないですか。あんまり言ってくれない上司というか。あ、僕の上司はもうゴリゴリに言ってくるじゃないですか。基本崖から突き落として、突き落とすために上からやり落としてくるみたいな。でもなんかそれぐらいじゃないと、なんかやっぱりね。まあそうですね、なんかあの仕事してる仲間はあります。そうですよね、なんか次から自分でできない、うん、
はそのあ合う合わないで合うかなみたいな。回ってるかな。取れてなかったら悲しいな。はい。もうちょっと。めっちゃいい匂いするアンチョビの。見てください。あんな感じでなんか使うの私初めて見ました。すごい。ちょっとだけ解説すると、はい、ニンニクって水分が入ると色がつきやすいんですよ。なんでアンチョビの水分、うん、アンチョビって今あの塩漬けみたいになってるけど、その水分で色づいてくる。へえ。すごい、なんてことない感じでみじん切りとかもしてましたけど、型っていうものの中にみじん切りができる、どのぐらいの量っていうのがあるんですか。よし、そしたら、はい、もっとするか、はい、もっとするか、もっとするか、タイマーと思って、これが、一応半というタイミングでこのホタテを、ホタテを、あっ！で、ここで、板橋が飛び散っちゃったんで、板橋じゃない、あった、あった、全然あった。そう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 。このホタテをジャッキ、生食用なんで、やんわりと火を通します。やんわりと。やんわりと。やんわり生ぐ半生ぐらいがね気持ちよさそうなんで。それで、板パセリを。3分クッキングのアシスタントより何もしてないです。いや、僕は会話役なんで、僕もいつも何もしてないです。本当ですか。はい。食べるだけです。食べるだけ。食べて感想を言うだけ。でも感想マジうまいですよね。いや僕もその食レポほどしょうもない。いやマジで美味しいお肉と作って焼きおにぎりみたいお肉に怒られてもしかもさごちそうになってる肉だからね焼きおにぎりみたいって感想出てきます逆に出てこないんです逆に面白い例えが悪すぎるうわもうちょっとジューシーな感じを、ね、ああ大事にしてさらっと6分なので一応表記の時間で言うとあと1分、うんうん、あるっつう感じですねこれこれ赤いやつですねこれこれあそれかもありがとうございます表記の時間で言うとまあ、間もなく良いかなという時間です。いいんじゃないですか。知らんけど。知らんけど。はい。ちょっと強火で熱々にします。おお。熱々にする。したら火止めちゃって。で、パスタを適当に入れます。お水とか切らなくていいんですね。もうザルあっちにあるし。もういいかな。ちょっとだけ。はい。で、板パスタ。入れちゃって、あもうちょっといってもよかったな、板パセ。まあいいや。で、オリーブオイル、オイオリーブオイル。して、あ見た目がイタリアンですね。で、盛り付けは適当にします。
はい、ということでホタテのマリナーラでーす。めちゃめちゃいい匂いするやんけ。じゃあ食べてください。食べてください。もうここで食べるスタイルなんで。いいんですか。はいはいはい。食べていいんですか。はい、そうです。よいしょ。はい。いただきます。はい。やんわりとモザイクがかかってました。やんわりと全然。え、これあれですか。ホタテ食べていいですか。味見してないですけどね、一回も。あ、うまそう。あ、ちょっと待って。すごい、チンと出しちゃう。カップが。いただきます。はい。うん。うまっ。勢いで食うのがうまいんですよね、こういうのってね。え。ネグスも食べて。え、めっちゃ美味しい。え、これ1人前しか作ってないんですか。いや、アホなんですよ。こいつの毎回普通に作れって言ってるのに。あ、どうす。美獣がいいんで。美獣いいね、撮ってやると。いただきます。うまい。またまた。なんか、なんで1、2割作ってるんだよ、マジで。本当にいつも2分の1だけど、今日は3分の1なんだぞ。そうですよ。あ、うまっ。うわー、美味しい。うん、アンチョビもタパセも切れてる。うん、美味しいです。トマトパスタだけど、フレッシュなトマト使ってるから、うん、みずみずしく。あと、パスタも固め。うん、うまい。ということで、皆さんよかったら作ってみてください。あの、会社の人が出てくださってる、動画、はい、あの、先ほど撮りましたので、この後アップされると思いますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次回です。バイバーイ。